これでサイドバイスですね。そして落とした人が前、落としたら前衛。もう一度、こんにちは、有田です。この DVD はダブルスを中心とした練習戦術を紹介しています。1枚目ではフォーメーション、2人がどのように動くかを収録しています。2枚目は攻め方、守り方、どこに攻めればいいか、どこをどう守るか、このような戦術、技術を紹介しています。3枚目はサーブを中心としたゲームへの展開、これが試合では非常に大切になります。このサーブのやり方、どこに打てばいいかなどを収録しています。どこでどのように練習するか、どこにポイントを置くかっていうことを、この DVD では各練習ごとにポイントを絞って説明しております。なぜこの練習をするのか、なぜそのように考えるのか、こういったところを参考に練習してみてください。ただこれはずっと攻めれるわけじゃないんで、切り返された時ですね、今度トップ&バックからサイドバイサイドになって、こっちはここで、うん、また守り、うん、はい、こっちの人はサイドバイサイド、この人が羽を落としましたんで、この人が前に行って、この人が後ろに入って攻めの形を作ると、こっちがトップ&バックでサイドバイサイドになるよと、こういうことになります。ちょっと一度やってみてもらいたいと思います。次ですね、これで入ってない、もう一度落とされて、この時にこの人が前取りしました。そして上げたら、この人は基本的にはストレートに下がります。そして こっちの人がこっちの横に行きまして、サイドバイサイドになるというふうに、ネットに落ちたら相手は次守りの体勢になります。その時にいかに前衛に早く入るか、これがないとですね、どうなるかっていうと、もう一度ネットに落とされてしまうんですね。するとずっと守らないといけない。